おかっぱりのシーバスフィッシングからオフショアのビッグゲームまで、海のルアーフィッシングをお送りするソルトドリーマー。今回は長崎県佐世保が舞台。2013年6月13日、今回のスタート地田原ヶ浦を訪れた。この日は南から台風が北上する予報だったが、進路が大きく変わり東へ向いた。運の良いことにこの辺りは風もなくベタなぎとなるとのことだった。良い釣りができそうだ。じゃあ行きますか。はい、今回お世話になるのはフィッシングガイドシーゾナル。シーバスからクロダイ、アオリイカ、マダイ、アオモノ、根魚まで、周年海のルアーフィッシングを案内している。じゃあ行きますか。どうも、よろしくお願いします。この時期、キビナゴ、カタクチイワシ、トウゴロウイワシなどのベイトフィッシュがこの周辺に集まっていた。その餌を求めてフィッシュイーターも姿を現すのだ。まずはその一つ、シーバスを狙う。シーバスは出世魚として知られ、広く分布する身近な魚で最大1メートルを超える。さまざまなスタイルで狙うことができる人気のターゲットだ。午前6時30分、準備を終え出港。この日の天候は曇り、午後には晴れ間も覗くという予報。風はなく海は凪ということで、釣りはしやすい状況となった。よし、バッチリだ。まあ朝一番はね、バイブレーションだと思うんですね。これサルベージの 70ES ですけど、意外と水深が深いん でベイトが小さいんで、まあ、小さめの、まあ、バイブレーションで一回ねキャストして、まあ、表層から探っていって、反応がなければそこまで沈めて、そこからまあ少し上げてまた沈めての繰り返しで、結構やっぱそこの方がねサイズがいいやつがいるんですよ。やっぱ表層にいるやつはね、ちょっと型が小さいような気がするんで、まあできればそこまで沈めて、そこの方を丹念に。まあ小型バイブレーションが一番まあ多分ヒット率は高いと思うんですね。まあ、あとは状況を見ながらミノだったりトップウォーターだったりで、まあ、あとはポイントですね。かなり浅い場所もあるし、意外と深い場所もあるし、まあ様子次第でちょっと。様子、状況ですね。まあそれに合わせていろいろやっていきたいと思います。バイブレーションで当たった。当たりか、あのクラゲかがね、たまにねクラゲがドスッと当たってくるからね。ちょっと沈めるか。 2-3メーター沈めて。つい先日このポイントで90センチを超える大型のシーバスを船長が釣り上げた。期待感は高まる。おお、食ってきた。今下から下からポッと、今バイブレーションが水面がピックアップするんで、下からパッと出てきました。ちょっと深いのかな。もうちょい沈みますね。 3-4メーター沈めてから、今のは結構やる気のあるシーバスでしたね。開始1投目からショートバイト、さらにチェイスと、早速魚が反応してきた。良い状況のようだ。
単発で小さいやつがたまに水面でボイルしてますね。沖ではさらにボイルを発見。チャンスだ。こっちの方向で、まあ 40〜50センチぐらいかなって感じですけど、水面でボイルしましたね。まとわりついてくる感じですね。おっしゃ、来た。ここでヒット。ヒット来ました。あ、暴れた。暴れた。やっぱ浅いセクイがね、なんかね、まとわりついてくるんですよね。残念ながらバレてしまうが、後半の終え、幸先良いスタートとなった。今回使用するタックルは8ビート前後のシーバス専用ベイトロッドに小型のベイトリール。ラインは PE の1号、リーダーはナイロンの30ポンドをセットした。左手の方をちょっとちょい投げしてからもう一回ボトム。船長が反応を見つけた。その指示に従ってボトムから探ってみる。とりあえずボトムの方に反応が出てるみたいなんで、ちょっとそこまで落としてから。おお、もう振ってますね。リフト&ホールしようと思ったらもうヒットしてますね。ここでヒット。跳ねないな。あ、やっぱり魚なっちゃいますね。ガシラですね。ボトムで反応してきたのはガシラことカサゴであった。ガシラです。まあまあいいガシラですね。ボトムまで落としてね、リフト&ホールしようかなと思ったらもう振ってましたね。ちょうど目の前にヒラ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 落ちて美味しそうだったんですね。よし、かわいいパーです。多分これは根魚じゃないですかね。着底してもうすぐですね。シーバスだったらもうこの時点で跳ねてると思うんですよね。ほら、相当この根に多いですね、このガシラが。しかもみんないいサイズなんですよ。ほら、まあまあいいサイズですね。太さもあるし、もうフォール中に多分ヒラヒラヒラっと落ちてる時に下から狙って、もうパクッとこう食いついてる感じですね。下に結構こう硬い岩礁地帯があって、こういう根魚が多いんでしょうね。再びカサゴをキャッチ。本命のシーバスではないが、ルアーによく反応してくる人気のターゲットだ。いいサイズですね。よっしゃ、おお、小さいのがヒットしてますよ。これ小さいな、これが当たってのかもしれないですよ。果たして今度は何か。ヒットしてますからね、一応ね。これほら、なんか違いますね、これ魚が違います。単純に単純に魚がね、これが当たってんですね。だから乗らないんですよ。これブリの幼魚、ワカシをキャッチ。ワカシでした。これがさっきからね、追い回してるんですね、これね。沖でボイルしていた魚はワカシだったか。ここでポイントを移動する。今度は対岸の背回りを探ることに。おお、来た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 。ちょっと可愛いけどシーバスです。ここで狙い通りヒット。外れるなよ、小さいからね。もう上げちゃいますか。おお、よし、よいしょ。おお、小さいのがいて活性がある程度上がってれば、そのうちでかいのも、ね、混じってくると思うんで、こういうサイズがいっぱい釣れてくれるとでかいのもチャンスがあると思うんですね。
バッチリ食っていい感じですね。生後クラスだが待望のシーバスをキャッチ。この後サイズアップを狙う。よし、じゃあリリースしますね。よいしょ、ありがとう。シーバスをキャッチしてから数頭チェックするが、反応がないため次の背回りへ移動。テンポよく探っていくことにした。最初に入った時だけ付け直して、最初に入った時3頭目ぐらいに1匹ついてくるだけついてきて、どうやらチェイスしてきたようだ。一方こう皆さんストップアンドゴーとかで釣られてる。おーし、きた。その通り、今ストップ巻いてストップしたら食いましたね。船長の指示通りストップアンドゴーでヒットを導いた。いきなりヒッタグって言いました。だいぶ下に持っていくな。お、違うぞ魚が。あ、死ぬです、死ぬ死ぬ死ぬ。おお、よっしゃー、死ぬでしたね。ストップアンドゴーって言われたんで、ちょっと止めてフォールしたらいきなりコーンと当たって、まあね、船長がねストップアンドゴーなんか結構効きますよって言われて、何回かチェイスはしてきたんですよ。まあシーバスですけどね。それでまあボトムアドとしてストップアンドゴーで一回こう巻いて止めて落とした時にゴンっていう感じで食ってきましたね。チームでした。よし、噛んでるからすごいです、力が。よいしょ。おう、シーバスやクロダイをキャッチした鈴木。ここで佐世保湾からハリオ瀬戸へと移動。まあ、そんなに小さくないか、7センチぐらい、7、8センチの細長いベイトが、やっぱ潮の湧き上がってるところに、ちょっと流れの緩くなるところに溜まってますね。流れの緩くなったエリアでベイトフィッシュを見つけた。ここで釣りを開始する。7、8センチぐらいのベイトは結構その湧き上がってるところに固まってはいますね。この一帯は大村湾の出入り口となっているため、流れがとても速い。流れとベイトフィッシュ、そして地形変化と条件が絡み合うポイントだ。ここで狙い通りヒット。だいぶ下の方ですね。そのまま上げちゃいますね。今外れて、ちょっとベイトがねピチャピチャ跳ねてたんで、そっちに投げたら食ってきましたね。やっぱり魚がいればそれなりには反応はありますね。よいしょ。おお、元気元気。中層ですね。結構どのぐらいだな、上からまあ3メーターから4メーターぐらいのところ、ちょっと深いところにいましたね。結構ベイトと流れが絡んでるんでね、もうちょっとサイズがいいのが入っててもいいと思うんですけどね。このぐらいのサイズのやつは活性がねそれなりにはあるみたいですね。おうおう、はい、じゃあ入れします。おうおうおう、一緒にねでかいのが混じってるんですよね。小さいのだけかなと思いきや、その中にいきなりドスンとくるやつがいるんで、今度はイワシの群れだな。
さあどっちだ、まあ、とりあえずシャローを攻めるか。移動しながら探っていく鈴木、どうやらまたベイトフィッシュがいたようだ。おーし、来た来たよ。再びヒット。やっぱりちょっとこのワンドの中の方の方がいい感じしますね。もう結構ギラギラしていい感じですね。流れがあるからめちゃくちゃ引きますよ。やっぱりね、見た目以上にすごい流れてるんですよ。魚が下に入った瞬間一気に持ってきますね。おおお、元気元気、すごいですね。透明度が高いから全部見えますね。おお、おお、ナイスやん。まだまだ潜ろうとしてますからね。よし、そろそろいいだろう。さあ、このまま上げちゃいますね。よし、よっしゃ。口の針が外れて、手前でやっぱファイトしてね、流れがね結構複雑に強い流れがあるんで、どうしてもね魚が浮いてこないんですよね、流れに乗って。でこういう流れの中でもともとやっぱり回遊するやつなんでパワーがありますね。よいしょ、魚がちょっと冷たいかな。よし、やっと、まあ、まあまあっていうサイズじゃないですけどね、やっと鈴木らしく、シーバスらしくなってきたって感じですね。サイズアップのフッコクラスをキャッチした。これがこの潮流な流れのね、速いところを泳ぎ回って餌食ってるシーバスですね。よし、この周辺には90センチクラスもいる。この後サイズアップを狙いたい。はい、よし、よし、ありがとう。うん、この日は一箇所で一尾とまとまって釣れない状況。そのため移動しながらテンポよく大型の潜むエリアを探っていく。はい、お、来た、よし、来たよ。移動直前にヒット。追いかけてきてましたね。おお、まあまあサイズがありますね。どうやらサイズアップのシーバスのようだ。から引くんだよな。おお、結構ドラグ出してきますね。おお、ナイスジャンプ。首の振りが強いですね。結構エキサイティングですよ。結構綺麗なシーバスですね。今口を開いてくれ。さすがに嫌がりますね。よし、よっしゃ。サイズは60センチ。サイズアップのシーバスをキャッチしたが、狙いは80センチ、90センチ。ここではそれも夢ではない。サイズアップといきたいところですね。
この後も大型シーバスを求めて釣りを続けるが、反応はなく1日目は終了となった。